本校では、中華人民共和国の有する海上保安機関に関して述べる。2013年までは、中国には下記の5つの海上保安機関があり、それぞれの職域が作奏している様を比喩して、米海軍大学校は五流との総称を提唱していた。なお、これらの組織が運用する官邸、船舶に関しては、中国語では、集法船と称されていた。 2013年3月の全国人民代表大会第11期の第5回会議において五流の再編成計画が発表された。この計画では最高調整機関として国家海洋委員会を設置するとともに海間、海警、漁船、海間を整理統合して国家海洋局を再編することとされた。新編後においては国家海洋局が一元的に ホースユーザーとして機能することとなる。その集防線は、洋上での取り締まりの際に、中国海警局の故障を使用し、航船の船体表示も中国海警となる。また、国家海洋局時間は、公安時間が兼務するなど、公安部の関与が強化されることとなった。新編後の国家海洋局は、第二の海軍になるとも称されている。ただし、海順のみは統合されず、 従来のまま運用される。2013年7月22日に正式に中国海警局が発足し、同月26日に中国海警局の公船、中国海警4隻が尖閣諸島の領海を初めて領海侵犯した。中国海間のインシグニア、国家海洋局海間総体は、排他的経済水域における権益保護、法執行とともに環境保護、 科学調査を担っていた。国土資源部の管理下に置かれているが、実際に運用、管理しているのは、海軍とされていた。国家海洋局は、1964年7月22日、全人代第3期の124次会議で設立を認可された。翌年、海軍の艦隊配置と一致するように、北海分局、東海分局、 南海分局の参考分局が設置されて、調査船の運用に着手した。また、1982年の国連海洋法条約の採択を受け、海洋管轄の強化を図るため、1983年には、中法船を要する中国海艦が発足した。その後、1998年にモールアの管理下に移され、1999年には、海艦総体を創設。 北京の指導機構のもとに、北海、東海、南海の3個海区総体を設置するなど、体制の整備が進められた。防衛研究所のレポートでは、特に海間の建設が進んでいると指摘されていた。編成、装備中国海間の監視船、海間51中国海間の Y-12、洋上監視機2011年時点で、選定280隻、航空機9機、 海上要員8400名を用していた。その後、2012年11月の時点で、1000トン以上の中合船28隻、航空機10機に増強されており、なお36隻の中、大型、中合船が建造中とされて、2014年までに運用状態に入る予定とされていた。二千二十年までに、選五百二十隻、海上要員一万五千名、 航空機16機に増強される計画とされていた。公安部変貌管理局公安変貌会計部隊は沿岸警備業務を担い、英名もチャイナコーストガードとされていた。2011年時点で1000トン以上の集合船3隻、650トン級の618バイト型17隻、総人員約1万名を有していた。交通運輸部開示局は、 洋上交通警察、公安保安、開示情報提供を担っている。いわゆる五流の中で、唯一国家海洋局への統合再編の対象となっていない組織である。交通運輸部開示局は、1998年10月27日に、安全監督局と船舶権限局が合併して設立された。四個管区に14個中央直属開示局が、 設置されているほか、国流交渉を除く、全国30の省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団に、地方開事局が設置されている。2011年時点で、選定813隻、洋上法執行要員2000名、ヘリコプター7機を有していた。またその後、2012年8月には、より大型の、海順01が収益している。なお、 保有選定には、集法船である海順のほか、救助船である海急、航路標識船である海標などもある。農業農村部漁業局は、漁船の船名を関する漁業取締り船を運用していた。中国の漁船検査船体は、1983年に国務院が発出した石油発展海洋漁業、若干問題的報告に伴って、 漁業資源管理を図るために設置された。その後、1986年には中華人民共和国漁業法が制定され、1995年には各地方漁政局の船体の名称も中国漁政に統一された。2011年時点で船底1382隻を有していた。編成は海艦と同様。 木没、東、南の三個専属経済海区にそれぞれ漁政総体が配置されており、またこれらはさらに海区漁政線と地方漁政線に分けられていた。海艦総書集支局は税関の水際取締組織であり、海洋法執行業務としては密輸阻止、港湾取締用を担っていた。2011年時点で選定212隻 洋上法執行要員9000名を要していた。なお1993年には、朝鮮海艦の取締り船が、日本の漁船を麻薬密輸船と誤認して、威嚇射撃を加えたことから、駆けつけた海上保安庁の巡視船によって、海賊容疑船として打捕されるという事件も生じている。ありがとうございます。